はい、今回の動画はレシートを撮影しただけで家計簿が作成できる家計簿財務というアプリをご紹介しますでこちらのアプリですねレシートを撮影するとですねその品名であったりだとか金額なんかを自動で認識をしてくれてさらにですねその品名からですね例えばですけど食費みたいな形でですね品目も自動で設定してくれるアプリになります。 で今回、動画では iOS 版を紹介してますけれども、Android 用のアプリもです、ね、ありますんで、動画見て気になったという方はです、ね、アプリのストアの方で,です、ね、検索をしてダウンロードしてみてください。それでは、ね、簡単に使い方もご紹介したいと思うんですけども、まず、ね、初めてアプリを、ね、起動すると、この登録の画面が出てきますんで、この新規登録というところですね、こちらをタップします。 で次にメールアドレスとパスワードを入力をして新規登録をしてください。で、iOS 版の場合はですね、この画面の上のところにね、今これも出てますけども、Apple で続けるというふうにありますんで、Apple の ID を使ってですね、登録をすることもできます。はいでは、ここからはですね、実際にレシートを撮影してですね、そこから家計簿に記録するまでの流れをね、簡単にご紹介したいと思うんですけども、 ログインをした状態でねアプリを起動すると、この画面が出てきますんで、このレシートを撮影するというところですね、こちらをタップしてください,、はい。そうするとカメラが起動しますんで、この緑の枠内にですね、このレシートの方をですね、入れて、この画面の下のですね撮影マークのところですね、こちらをタップします。はい、そうすると、こういった形でですね、レシートからですね、その品名であったりだとか、金額を読み取ってくれます。 であとこのカテゴリー変更というところをタップをするとですねこういった形でですね品目をですね自分で変更することもできますでこれでオッケーであれば画面の下の記録するというところをタップしますはいこれで記録の方が完了しますんでこの使った金額をですね見たいといった場合はですねこの画面の下の履歴というところですねこちらをタップをするとこういった形でですね使った金額を履歴で見ることができます であとですねちょっとホームの画面に戻るとですねこの画面のところにですね予算を設定するという項目がありますのでこちらをタップをしてもらうとですねこの月の予算ですね総額であったりだとかあとは細かく食費とかね交通費とかっていう形でですね月の予算を設定することもできますのでこちらも、ね、うまく活用してもらえるといいんじゃないかなと思います。はいといったことで今回の動画ではレシートを撮影しただけで家計簿が作成できる家計簿財務というアプリをご紹介しましたけども。 以前からね家計簿をつけていたんだけども、自分でこう手入力をするのは面倒だというふうに、ね、感じている方はですね、ぜひこちらのアプリ使ってみてもらえるといいんじゃないかなと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。